おはようございます。おはようございます。突然すぎます。8月19日。19日ですね。日曜日。今は6時ですね。6時だ。早い。会場向かって、ブースの設営から。はい。あれします。あれします。お手伝いさせていただきます、今日は。いただきます。頑張ります。頑張ります。じゃあ、ジャンプしますか。せーの。車がジャンプする。車がジャンプする。車がジャンプする。すげえな。じゃあ行きましょう。はい。はい。お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。一応これさ、上でこれ合わせるじゃん。はい。で、10円でここがあるから。ああ、はい。これ感じるから、高さがはい。これ真っ直ぐなってる。もうちょっと、綺麗に貼りましたよ。これだって、はい、お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 い、で、で。右手がなんか、手が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 、手覚えとけ。やばいやばい。どうもー。行っちゃったよ。お二人帽子あるじゃないですか。お揃いですか。あ、はい。全然似てる。帽子、なんか北関東帽子連合会です。毎回兄さん来ましたよ。お願いします。タイの本当にあの動画流れ持ってこればよかった。データ持ってこればよかった。アキナさん、どうですか仕事は。いや、働きがいを感じる仕事です。理想の職場です。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、行きます。全部取ってもいいんだよ。これって表裏あるんですか。これね、逆こっちが表裏。いや、これ無理でしょ。すいません、すいません。まず一匹来てよ。大丈夫です、めちゃめちゃプレッシャー与えてください。緊張にいじめないでください。ダメだ、無表情すぎて全然わからん。大学生にマスクだってもうデヘペロ。うるせえ。ペロ感がねえよ。大丈夫。大丈夫です。何撮ってよ。撮影が始まっていた。でも金魚やんないよ。やんないから、ね、金魚すくいじゃないですか。俺金魚すくいこういうのでやっちゃダメだから。楽しいも何もないから。はい、こんにちは、皆さん。あ、ありがとう。ただいまよりイベントスペースの方でフォトコンテストの発表とじゃんけん大会を行いますので、イベントスペースの方へお求めください。わかんない、ここ座らない。違う、あるもの。あ、まだあるもの。
まあじゃあ置いといて大丈夫です。豪華景品があるのでぜひ来てください。皆さん体験やりましょう。さすがよ。すごい静岡のこれが静岡のまた金魚持ってるこれな。金魚は何が景品か分かんないよ。あ、そういける行ける行ける行ける。これ見えたこれ若干違う。交換してもらおうか。高い前回は緊張してる。そうだ、勝手に焼くの、勝手にどうぞ。ではただいまよりこちらのフォトコンテストの発表とじゃんけん大会の方を行わさせていただきます。では、じゃあ自己紹介の方を行っていただきます。僕たち YouTube チャンネルでクラスダンビートで活動しているものです。よろしくお願いします。北半球のみんなたち、こんにちは。田舎旅行のアクシャルと申します。アクシャルさん、すごいやつだ。これぐらいにしておきます。これ以上喋ると、よしきくんに怒られる。いや、怒んないです。いや、わかります。はじめまして、アニマルタイガです。YouTube で、ミゾオトカゲの2メートルの子をメインとして、動画を出させていただいております。ぜひ、見てください。お願いします。お願いします。はい、では早速ですが、フォトコンテストの方を発表させていただきたいと思います。まず、フォトコンテスト優勝の方、あちらがちょっと見にくいんですけども、1番のもう1個欲しいの方が優勝しました。おめでとうございます。YouTuber の花柄おじさんから、このハリネズミの可愛いプールで作った手作りの可愛い人形ですね。こちら、じゃんけんとします。最初はグー、じゃんけんぽい。早いなぁ。勝った人、あ、そうね、これ勝った人は立ってください。勝った人だけ立ってください。はい、これはダメです。結構負けてますね。じゃあ続いては僕から、こちらの、割引券ですね、後ろにありますロンドンレオパさんの、ブースの割引券になります。こちらが、4枚ありまして、2枚が、5000円割引と2枚、1万円割引となってます。あなた方でロンドンレオパの方行って、携帯見てってください。ということでね、ジャンキーやりたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。やばい、結構負けてる。おいおいおい、じゃあ勝った方だけ登ってください。行きます。以上で終わります。ありがとうございました。あ、いいですか、これ。あ、すいません、ちょっと待ってください。なんと、僕の、まあ、みんなたちのお友達チャンネルは、つまりワリさんからこのような贈呈が今ありました。おこれはゴジェットガイル。そうですね、そうですね、これだね、キーホルダーありますね。とても活かすキーホルダーを一ついただきました。これっておそらく今、これをじゃんけんの景品ってことですよね。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃんけんいきましょう。そうですね、じゃあ私からいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。あれ、本人やるあれ、これです。どうもありがとうございました。あら、あれ、なんと、え、なんとまだ追加がありまして、いつまで引き伸ばすんだよって感じなんですけど。爬虫類の深井さんから亀の掲示になります。爬虫類の深井さんから、爬虫類の深井さんから、まあ、亀の掲示。そう、亀の掲示です。亀です、亀。これに亀を入れてね、楽しく帰る。そうです、まだまたじゃんけん、はい、誰か、あ、あそこにワリさんがちょうどいるんで、ちょっとワリさんにやって。ワリさん、じゃあじゃんけんお願いします。すいません、本当に。あの、元管理官としてグーしか出しません。あ、グーだぞ。グーしか出しません。最初はグー、じゃんけん、ふん。すげえ、あ、すげえ、すげえ、すげえ、よし。パンしか出さないです。分かんない。というわけで、衣装でおそらく終わりっぽいですね。終わります。
ちょっと待って、まだまだ、まだあるえ、マジっすか、え、なんかまだいっぱいある金魚も金魚もある金魚もある次、また、またしても、チャンネル何様からご贈呈の、なんと、缶バッジなんと3つです3つもあります。不審楽器はこれで大丈夫で3点セットがここに今揃っております。やるこれは3点じゃあ、3名の中に1つずつどうぞと思います。バジェットガエルとクロモモンガとタイガーサラマンダー。ちょっと忙しすぎて、お願いします。じゃあ、行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。チョキの方。え、実はまだ、なんとザリガニパンチさんよりありがとうございます。これは、中身はザリゴーストザリガニです、生態です。じゃんけんいきます。ザリガニの生態、餌と飼育の方法ですね。あと欲しいのは飼育ケースだけですけど、ケースの方はありませんが、じゃんけんしていきたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。ワニさん弱いえ、というわけでおそらくはこれ以上のなんか贈呈はないかと思われるんですが、まあ、これ多分ないということで、まあ、これにて終了します。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではブースの方回っていきたいと思います。この豪華なメンバーでブースどこ行きますか。どこ行きますか。いや逆に僕らこっちですじゃあ行きましょう。すみません、お願いします。こんばんは。メスネジを購入しました。本当書いてありますか。本当聞きました、聞きましたしね、俺あ、このマークメスだよ、確かに。今早いみたいなメスのマークいや、これ死者発生ですよ。あ、なるほど、はい。で、これ一応今脱皮直前なんで虹色は出てないんだ。まあ、これ脱皮してまた色が出てきたらおめでとう。キラキラしたね、かわいい、かわいい、ね、じゃあまたこれのなんか動画でもそうね、作りましょうか。一本はいはい、OK、 のり弁ね、はいはい、okay. で、のり弁2、はい、はい、で、最後は、okay. あ、のり弁3つ目、はい、食いしん坊かで、大コケ。あ、大コケ角ガエル。はい、あ、マジでマジで。へコケじゃないですよ、これは。名前も大コケ角ガエル。大コケ、大コケ。あ、ほそう角ガエル系な。そうはい、やらすと。あら、また血色かった。そう、これ何だと思う？何ガエルだと思う？チャコガエル。違う。何？アマゾンツノガエル。これ、惜しい。お？これね、え、なんだ？ベルツノとアマゾンのハイブリッド。以上です。はい、これね、こちら、はい、これ父親買いました。名前は、さっき何でしたっけ動画のことは、まあ、とりあえず、5度からね、35度で負傷してるだけ。10度から体を丸めてしまう。ただ負傷しただけ、はい、一応餌に関しては腐葉土とかですね、腐葉土を食べて土にする。なるほど。虫じゃないですね、虫がそういうんじゃないんです。いや、虫ですよ。あ、そうそう、忘れてました。あ、はい、ダリモト買いました。ダリモトさんね、はい、パンちゃん力、ありがとうございます。はい、おい、どうした。9月30日、東京交通会館3階グリーンホールで秋のエキゾチックレプタイルエキスポ始まります。